こんにちは、けいそうです。今回はハロウィーンのかぼちゃの描き方をお届けします。このかぼちゃ、実は魔除けの意味があるんだそうです。このかぼちゃ、お花屋さんで買ったんですよ。そしてお顔のシールもちゃんとついていました。今回の絵手紙はちょっと遊び心で描いてみました。こんなはがきをもらったらくすっと笑ってしまいそう。使う絵の具は吉祥の顔彩24色中5色です。筆は線描筆を使いましたが、作用筆または彩色筆でも構いません。はがきは画線紙、にじみの少ないものを使います。オードと黒を絵皿で混色します。この色でまずかぼちゃのヘタから描いていきますよ。次に線香器と上紙を絵皿で混色して明るいオレンジ色を作ります。この色でかぼちゃの輪郭線を描いていきます。かぼちゃ特有のゴツゴツした隆起したところもしっかりと線で描いていきましょう。欧米ではかぼちゃをくり抜いてランタンにして火を灯すんだそうです。でもまだ日本ではあまり馴染みがないですね。孫からお菓子くれないのって言われた時にはちょっと戸惑ってしまいました。絵皿のオレンジに線香器を足して明るいオレンジにします。水分多めの薄めにとってこの色でかぼちゃの下塗りをしていきます。続いて上紙を足して少し濃いめのオレンジ色を作ったら、このようにくぼんだところに模様を入れていきます。ところどころに点々も入れておきましょうか。続いて絵皿の黒に青草を混色します。薄めに作ってくださいね。この色でヘタを塗ります。ヘタの下の部分にはオードを入れておきましょう。ここで一度完全に乾かします。黒を濃いめに取ります。この色でお顔を描いていきますよ。まず三角のお目目ですね。しっかりと三角にきれいに塗ってくださいね。右と左に同じように三角でお目目を描いていきます。お花もちっちゃな三角です。そして口ですが、これは付属のシールと同じ形に描いてみました。ちょっと怖いけど可愛い不思議なお顔ですね。かぼちゃにつけるシールは孫が貼ってくれたんですよ。一緒に玄関に飾りつけました。次に上紙を絵皿のオレンジに混色して少し濃ゆめのオレンジを作ったら、このようにところどころに色を補強していきます。顔彩は乾くと色が薄まるので、このように最後に仕上げとしていきます。黒を取りヘタの方も補強しておきましょう。
ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。ハロウィンのかぼちゃいかがだったでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録といいねボタンをお願いします。ご視聴ありがとうございました。